リラック屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はリクエストにお答えして、バストアップに効果的なマッサージや体操をご紹介いたします。まずはこちらのコロギセラピーを参考に、胸腺をケアしてバストアップするマッサージをご紹介します。それではまずあぐらをかいて座ります。そしてこの指の第一関節と第二関節の間のこの部分ですね、平たい部分でまず縦に8回胸の真ん中を縦に8回そしてこのアンダーバストのラインのところですね、横にも8回こすります。1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 です。次に、反対の手で胸をつかみますね。そして外側から内側に向かって、回すようにします。もう土台の部分から回すように8回ですね。こちらも反対の手で掴んで、指先で掴むようにしてください。骨を当てるようなつもりで、指先の骨を骨の土台部分に当てがって掴むようにして、1,2,3,4,5,6,7,8 と、外側から内側に8回左右8回ずつ回してください。これは胸腺を刺激しています。最後に両手を背中で合わせます。このように合掌します。できない方はできる範囲でいいので、こういうふうに、手を後ろに合わせるようにしてください。しばらくこのように体勢をとってください。次はこちらのコツコツ体操を参考に、バストアップの大胸筋小胸筋を鍛える体操を行います。では始めますね。足を肩幅に開きます。そして、両手を斜め下に向けますね。それから手を内側に回して、手の甲を前に出すように前に向くようにしてください。その後その体勢をキープした状態で胸を突き出すようにして、手の甲、手が後ろに行くように、腕は内側にねじった状態でこのように後ろに見えない壁があって、それを押しているようなイメージですね。でこの体勢を10秒キープしてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これが大胸筋小胸筋を鍛える10秒の体操になりますね。後ろから見るとこういう体勢ですね。で胸を斜め上に突き出すようにして、肩甲骨を寄せるようにして、この手のひらで後ろに向かって押すようなイメージで10秒、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とキープしてください。あとですね、胸が小さい方は、こう胸郭が発達してない、呼吸が浅かったりですね、胸の周りが緊張していて肩甲骨の動きが悪いとか、肋間筋がカチカチになっているっていう方が多い
傾向にあります。なので、胸全体をよくさするようにしたりですね、それからこうよくこの先ほどから結構そういう動きが多かったですけれども、やはり肩甲骨をよく寄せておく、動かすようにするということですね。この肩の、大きく深呼吸をしたりですとか、手を後ろに引いていくような動作をすることで胸を広げるようにすることですね。それからあまりきついブラジャーをつけないようにしてください。カップ数を上げるためにアンダーバストを締めるということをされる方がいますけれども、逆効果ですね。やはり十分に胸が開いた状態、やはりこうグッと締めてしまうと苦しいので、こういう感じに内臓下垂を起こしたりですとか、姿勢が悪くなってしまって呼吸も浅くなってしまって、胸が形が悪くなるとか小さく見えると、十分に血行もいかないですとか脂肪が、流れにくいということがありますので、胸が大きくなりたいという方はきついブラジャーをつけないということも大事です。それからもう脇もほぐすようにしておくといいですね。脇の周りでこの脇の下の部分とかを指で押してみたりして、痛い部分、硬い部分があったら、しばらく押さえて楽にして、そのコリを取るようにしてください。しばらく押した状態で力を抜いていると温めておくとだんだん柔らかくなります。胸全体をそのように、胸の周りも含めてコリのない状態、十分に栄養がいく状態というイメージを持って、肩甲骨や肩周り、を柔らかくする、そして十分に胸がこう伸縮するという状態ですね。大きく呼吸をして、肺や肋間筋が開く時に妨げにならないように、姿勢や衣服も気をつけてみてください。肋間筋はこう肋骨の一本一本の間にありますので、ちょっとこうその溝に沿って指でこすったりですとか、柔らかくさする、撫でるというふうな形で胸の周りを刺激しておくと、乳腺の活性化にもつながりますので、バストアップにが期待できると思います。あと、食品ではしっかりとタンパク質を摂ることが重要だと言われています。特に大豆が良いということですので、豆乳を飲むですとか、お豆腐を食べるですとか、納豆とか枝豆とかを取られるといいと思いますね。他にも乳製品ですとか鶏肉ですとか卵がバストアップに効果が見込める食品として、代表的なものとなります。それから、香りですね。バラの香りが女性ホルモンを活性化すると言われていますので、ルームフレグランスですとか香水やコロンなどをバラの香りになさると、よろしいかと思います。以上です。ありがとうございました。